ページアップキーとページダウンキーページアップキー及びページダウンキーはコンピュータ用のキーボードのキーでディスプレイ上の表示を上下方向にスクロールすることで前のページや次のページを表示する用途に使用される以下のように呼ばれることもあるスクロールの場合は上下方向の表現が逆になるので注意が必要であるまたページの場合は移動単位は文書上のページではなく 画面上のページである場合が多い。ページアップキーとページダウンキーは基本的には文書のスクロールに使用されるが移動する距離はアプリケーションプログラムによって異なる。文書が画面より短い場合はこれらのキーを押しても何も起こらない。カーソルキーやマウスホイールなどでもスクロールはできるが一回押した場合の移動距離は短い。 多くのオペレーティングシステムやアプリケーションソフトウェアでは編集中にシフトキーとの併用により現在のカーソル位置からスクロールした範囲までのすべての文字を選択することができる。またいくつかのアプリケーションソフトウェアではコントロールキーとの併用により表示画面上のページ単位ではなくそのアプリケーションにおける文書上のページ単位で移動することができる。 2008年8月19日マイクロソフトはページアップキーやページダウンキーが通常の表示画面の単位ではなくワープロソフトでのページ単位で正確に移動する特許を取得した。伝統的なメインフレーム用の端末ではページアップキーやページダウンキーは存在せず現在の端末エミュレータでも以下のキーを使用する。このキーアサインは当初のクーアでも推奨されたが 後にはアプリケーションに任された。ありがとうございます。